感染が判明したのは未就学児から80代までの43人です。全員軽症で17人の感染経路が分かっていません。年代別では40代が10人と最も多く、20代が8人、60代が6人などとなっています。市町村別では高知市が26人、四万十市が5人、黒潮町が3人など、合わせて10の市と町で感染が確認されています。中央西管内にある入所型の高齢者施設で職員3人、入所者2人の合わせて5人のクラスターが発生しています。またゲノム解析の結果、今月3日以降にオミクロン株に感染した69人のうち 82.6% にあたる57人がより感染力が強い派生型の BA2 だったことが分かりました。今後の感染者数について県は、先々週なりその前の週に比べると明らかに感染拡大の勢いは衰えているかと思います。これはやはり県民の皆さん方の注意、感染防御の心取り組みが構成していると思いますので、引き続きその徹底はお願いしたいと。現在医療機関には53人が入院していて、重症はゼロ、中等症は5人です。四国の感染者は先週はそれぞれ100人を超えていましたが、徳島が38人、香川が63人、愛媛が98人といずれも2桁に減少しています。